まあ、今俺の親父をたぶらかして結婚させると思ったら、あいつ口がうまいじゃん。彼は間違いなく交際停止だ。ねえ、聞かせてよ、話してよ。彼が話していた男、ロバートって何者かなんて、ロバートって彼の息子なの。そうだよ。よく聞いてたじゃん。いや、私はね、新聞を読もうとしてたんだよ。だけど、あんたたちの会話を盗み聞きしろ。もっと面白そうだったからさ。